はい、皆さんこんばんにちは。そしていらっしゃいます、佐藤久美希です。それではソニックフロンティア続きやっていきたいと思います。まあね、今回はちょっといろいろやっていこうかなと。今すあやべ、カオスエメラルドパクるやつが出てきやがった。まあ、どこかっつうとここなんだけどここなんだけど、これもうマップ外なんだよな。とりあえずカオスエメラルドを取りに行きますね。トリマーカオスエメラルド取りに行くよ。なんだよ絶対この取り方じゃねえんだよな。じゃあ、あっちなんだって、あっち行かせてくれよ。そっちじゃないね。あそこだ、どうなってんの。ボール蹴るやつかこれ。パリーか。おい、パスで打ってこんかい。 OK。 うわー、カナリアね。ここもうここいるよ。またあるわ。いいじゃんな。いいですね。あ、いったいった。なんだそれ。むずすぎだろ。いたエミーは閉じ込められてた空間は楽しくないって言ってたけど、お前はどうなんだ。ひでえもんだ、まるで地獄だ。かつて感じたことがないほど寂しい場所だ。同時にひどい幻想や感情に圧倒され、まさに悪夢だ。悪夢、幻想か。ティカルが以前俺たちに見せたのも幻想だろ。ティカル、ここの遺跡はお前の先祖の絶滅と関係あるんじゃないのか。まさかあの牢獄がその記憶を呼び戻していたってことか。残酷だ、誰の仕業かわからねえが償わせてやるぜ。ご先祖様と関係あんのか、マジで。ティカル一応ご先祖様だけどね。ナックルズの血縁者ってわけじゃないんだよ。だったっけ、ティカルって。おばあちゃんとかそういうのじゃないんだけど。
おばあちゃんなのかな、おばあちゃんつってか、ひいひいひい、おばあちゃんぐらいいるよ。あー、ここかな。あーちゃい、あった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 、ありました、よいしょ。ハウスエメラルド、ぴょん、ケツに入れます。ネックレス探すって、ちょっとどうだ、どうもないね。戻る術がな、地味なんやな。あ、いや、いたいた。おう、ここだ。なんだこのここは。戦士っぽい。どうしたんだ。こいつらこの島の特殊部隊らしい。作戦行動中で苦戦している。お前も話せるんだな。でこいつらを放ってはおけない。俺は行くぜ。俺は行くぜってなんだ。全てがココたちをナックルズの元へ連れて行きましょう。ココを背負うとソニックがスピードアップしますが、フィールド内の塔の動きが素早くなってしまいます。タワーか。タワーの攻撃でお手つきにならないように注意しましょう。ブーストと回避できねって。ナッコー。またミニゲームか。意外とこのコバでかくね。いてー。じゃあ、ガランガランガラン、行くぜ。危ねえ。およ。ガランガランガラン。死んでるだ。危ない。出るき。いだ。はいよ。ハウスエメラルドゲッツ。よく訓練された部隊だ。さあ前進だ。あっつい、あっついね。お前好きだね、こういうの。彼らはどうしてココたちを助けている。彼らとココは何の関係もないはず。なぜ干渉する。わかりません。またナックルズ探さなきゃ。その前に、ここをやっていくか。2-4。やーん。ここま先にやっといたんだよ。スプリングは出しといた。
またケミカルプラント、ケミカルプラント好きねー。ぐる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 、邪魔だよ。はい、終わった終わった、あら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 ここは本当にやるべきなのか。スピードまだスピードはやらなくていいので、とにかくまずリングがどこにあるのかをやらないといけないね。どっかにあるのか、リングが。わからん、やべ、まあいいややった。あ、一個ないやんけ。どっかあったな。よし、やった。これでも S なんだよな。これでもS。イエーイ。スキルをやっちまおっかな。これ。はっ、出てるのに、ペンって。なるほどね。ケーク。ケーク。ああ、もうないな。たたたたた。えぇ、うわぁ、すげぇ。強これ。ほぼほぼ最強だ。あれ？なんだこいつ。タンク。痛い痛い痛い。飛ばしてくるのか。だあだい。あれ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 。どういて。しゃ。オッケー。よかった。あ、落ちた。
また過去か。しているのか。すげえ防壁だな。俺の島の参考にしたいぜ。オールバニア。俺がガラ空きだ。今のは一体何だったんだ。成仏。あ、ストーリー進んだな。彼が黄色になり向かってきました。黄色。スーパーソニック、今回ばかりは必死じゃな。スーパー、しかしなんて科学力じゃ。 AI プログラムがこうして擬態化しておるんじゃからな。まるで人間のように見えるぞ。魂までは無理のようだがな。魂、何のことか分かりません。それは一体何ですか。いいから命令を実行しろ。承知しました。プログラムの塊みたいなもんだ。あ、鍵だ。あ、カオスエメラルドか。これはどこ行けばいいんだ。あ、もうちょいだ。の上じゃねえか。よし、ダン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 。どこだ、いた。おい、あれ見てみろよ。パラボラアンテナ、通信で使うのか。そうみたいだな。前の島でも古代のいろんなハイテクを見たぜ。こんなに古いのになんでハイテクなんだ。それにこいつ、俺が殴ってもびくともしねえ。ナックルズ、遺跡をむやみに殴るなよ。テイルスなら解析できるかもしれない。俺だってこいつが何よりも頑丈だってことは解析したぜ。こいつの素材はきっとこの世界のものじゃない。宇宙人ってこと。なんでそんな飛んじゃうかな。もっと詳しく調べればなんかあるかもな。でかい壁だな。穴も同じくらいでかいぜ。穴も同じくらいでかいぜ。スニックの独り言。
レースか。どこだ。そこ。むずいなおい。でぴょん。いや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 。行ったよ。はいや。よし。あ、あるやん。これはいいことよね。釣りあるんだけど行ってねえんだよ。はい。あ、なんだ。おい、落ちたぞ。ふざけんな。でーん。おー。あ、いった。だだだん。タンタンタン。タンタンタン。だだだだだだ。オッケー。これが一番楽だよね。うわー、ボスいる。こいつか。あー、めんどくせえ。よし、た、オッケー。やー、邪魔くさかったぜ。こっち解放して、ではなんだ、そこはどうやって行く？こ、違うとこ行ってない？大丈夫なのかな、これ。ゴール。危な。あれだな。じゃ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 、飛びすぎなのでは。中を。全く違う島ってことはわかるけど、
ここの遺跡はエンジェルアイランドを思い起こさせるね。ただの石造りだろ。俺の島にはいろんな建築様式があるし、石の種類も違う。それにこの建築様式はエンジェルアイランドよりもずっと古いものだ。だが神聖な空間と軍事建築がある点は似てるかもな。よし、こことエキドナ族との関連性だろ、何か関係があると思うんだ。そうなの？石のことならお任せってかい？アリモグラだから？ビューン。じゃあ行くか。スカイサンクチュアリーか。何？いやいや、クマンロボ。全然ダメだった。なんで一個ないんだろうな。ここにあるんだ。ここにあるのかな。ねえな。あ、下にあったわ。下だ。ほら、ここだわ。はい。でも、ゴール目指していきましょう。やべ、ぴょんぴょんぴょん、あいてめ、くそ。
裏借りっちゃって。全然だな。こんなところに。よし。また一個もん。ちょっと待て、ここだな。なんだここは。あれはエッグマンが作った。あー危ねえ。ひどい。はいはいはい。あぶねえ。で、ああ。やだ、来るぜ。エメラルドの保管に利用されてたあのメカどう思う？保管？いや、あれは保管というより保護だ。それとパワーの利用目的か。お前だってカオスエメラルドの無限のパワーを知ってるだろ？いくつかあれば古代人が生活を送るのには十分なエネルギーだったはず。遺跡や電脳空間に動力を供給するには十分。ってことは何らかの理由でエメラルドが使えなくなったことが古代人の消えた理由なのか。どうなんだ。アウスエメラルド。ゲッチュ。確認したところ、
彼は自由に電脳と現実世界を行き来しています。相変わらず忌ましいやつめ。いつもあいつはむちゃくちゃしおる。彼は排除すべき存在です。彼との付き合いは長いのですか？ああ、いつもわしの邪魔ばかりしおる。うん？やつを排除すると言ったか？つまりそのこの世から消すと。はい、ご命令は必ず実行します。何か問題でも？は？なんかエッグはためらってんのか、やっぱり。この世から消すだと？そこためらうね。うん、まだ先があるみたいだ。うわー、目回る。だあ、雑魚どもが来やがる。いってらっしゃい。で、それめんどくせえ。もっとボコボコにしたい方がいい。しまったか。ダメだこれ。あーん、やべ、むずい。こうか。そうだね。あん、うわー、あったわー。ここら辺だね。動いた。7だろ。じゃあまだ行くかな。ではナックルズ。邪魔くさかったぜ。バカ野郎、なんでとっとと言わないんだ。どうすんだよ。
相変わらずだな、ナックルズ。ここは危険だから部隊を移動させたいんだが、孤立した部隊がいるらしくてな。じゃあそっちは俺が、こっちは頼んだぜ。冷静にな。んおう、冷静に。冷静に。またこれあれか。エミーと同じやつ。ほら、いけいけ。でけえな、お前ら。爆弾持ってんだったら大丈夫だろ。見えねえ。なんだこれ。お前らの爆弾強力すぎだろ。ジュソニックにビビる。見えねえ。マジで見えねえ。はい、行け行け。どこ行くね、お前ら。はい、行け。これはむずいな。よしたー。見えないけど行ったっぽい。なんでこの絵。俺が作戦本部か。どうしたナックルズ。この建物どういうことだ。故郷の遺跡みたいだ。この島とエンジェルアイランドに何か関係があるのか。なぜエキデナ族の起源と関係が。何が起きたんだ。タワーが来た。ガチャガチャガチャ。前線がすぐそこまで迫っている。一族の手がかりやらせるか。俺に任せろ。お前は部隊に指示を。密集陣形。一周神経。何？な、な、おお、なんだそれ。マシンガが突っ込んでくるんじゃねえ。壁に登って、ダメだな。もう一回。
あとお前だけだぜ。スイッ、遊んでんじゃねえよお前ら。エメラルド、カオスエメラルドっぽいよねこれ。マスターエメラルドか、まあ、でかさでけえ。この上にいるのかな、来るぜ。どうやって行ったの。種族はサンジによって全滅した。この島にこいつらしかいないのも、俺が最後のエキドナ族だということを思い出させる。エキドナ族の歴史は今でも覚えてるぜ。マスターエメラルドで繁栄したんだよな。俺は一族の起源を何も知らない。マスターエメラルドを守ることが全てだと。昔のことだしな、知らなくて当然だろ。いや、マスターエメラルドを継ぐ者として起源を知る責務がある。人生をかけるに値することだ。ああ、体が戻ったらね。彼は可能性に満ちている。一体なぜなの。条件更新、やはり彼らは死ぬべき運命。変えられない。変えられねえ。変えられないの、あれ。なんですか。いやー、うわー、痛い。はい、戻ってきましたー、ここね。まだこっちにもあるんだよね。はい、まあちょっとマップは開放しておこうかな。それでは今回はこの辺にしといてですね、まあ次で多分このアレストも終わるかな。それではまたの頃でお待ちしております。バイバイ。